ちは、じゅんじゅんです。今日は臨時休校小学生向けおすすめの過ごし方10選についてお話します。今日の動画は新型コロナ対策で、まあ仕方がないのは分かってるんだけど、もう1ヶ月以上も臨時休校が続いて、もういい加減子どもたちとやることのネタが尽きちゃった、ちょっとの準備で子どもたちが夢中になれるものってないかしら、まあ、そんな悩みを持つ保護者の方に向けて、まあ、少しでも子どもたちが楽しめる、ハブファンできる臨時休校中のおすすめの過ごし方をご紹介したいと思います。では2つのパートに分けてお話します。1つ目のパートは、臨時休校小学生向け、おすすめの過ごし方10選、具体的な10選をご紹介します。2つ目のパートは、まあ放っておいてもやることが学びというテーマでお話をしたいと思います。では早速1つ目のパートに行きましょう。臨時休校小学生向けおすすめの過ごし方10選です。こちらをご覧ください。全部で10個あります。上から1つ目、学校からの宿題出されたと思います。2つ目は各都道府県にホームページがありまして、そこの掲載されている学習プリントがダウンロードできるようになっています。3つ目は、普通の民間の、民間のサイトが出している無料サイトの学習プリントから、4つ目、 NHK4SCHOOL というアプリがあります。5つ目は教科書の音読、6つ目ですね、各種アプリがたくさんあります。7つ目、工作や裁縫、そしてお料理、そして8つ目、言わずもがな YouTube、 そして9つ目、自分で動画を作ってる、動画作り、そして10個目が音楽ということです。ではちょっと説明していきます。まず1つ目、学校からの宿題です。まあ、市町村によって始業式のスタイルは違ったようですが、まあ、何らかの形で、新学年の教科書が手渡されたと思います。で、同時に臨時休校中の課題が出されている学校もあるようです。まあ、あまり子どもたちのモチベーションは上がらないかもしれませんが、まあ、新学年の学習内容なので、まあ、とりあえず進めていくしかないですよね。2つ目です。都道府県、各都道府県のホームページに掲載されている学習プリントがあります。 Google の検索窓にアクセスしたい都道府県を入れて、スペース学習プリントというようなことを打ち込むと、そのサイトに飛ぶことができます。ブログの方にはその URL 貼っておりますので、そちらの方からダウンロードしてもらえるといいかと思います。どのサイトも問題と必ず回答が掲載されているようなので、必ず回答もプリントアウトしておくと、子どもたちが自分で丸がつけられると思います。もしもご自宅にプリンターがない時には、コンビニで印刷できるようになっているネットプリントというアプリがありますので、そちらの方を使っていただければと思います。私はセブンイレブンのネットプリントというアプリを愛用していたので、それを使って印刷しています。A4 版で白黒だとだいたい1枚20円でできるので、ちょっと割高になってしまいますが、もしご自宅にプリンターがない場合は、そちらの方を使っていただければと思います。3つ目です。3つ目は無料サイト学習プリントです。現職の時にはこのフリーサイトの学習プリントに大変お世話になってました。私がよく愛用してたのはちびむすドリル小学生のサイトでした。各教科のコンテンツが段階を踏んで用意されているので、お子さんの実態に合わせて使うことができます。過去担任した高学年の子たちなんかは、自分でこのサイトにアクセスをして自主学習に活用していた子たちもいました。4つ目は NHK4SCHOOL というアプリです。こちらも現職の時によく愛用してたアプリでした。NHK の E テレで放送されている番組動画を視聴することができます。このアプリの優れているところは、過去の動画も関連番組として動画を並べてくれるところ。だから実際のリアルな E テレでは今の番組しか流れてませんけれども、昔の番組なんかも見ることができるというところが優れているなと思います。で、具体的な活用例は、比較的やりやすい理科を例にちょっと手順を説明していきますね。で、もしも、まあ、
子どもたちがあまり乗らない感じだったらもう興味の赴くままにもう自分の好きな動画を見ればいいなって、それだけでも十分学びになるなとは思うんですけれども、もしもうちょっと一歩踏み込んで、授業っぽく使いたいなと思うんであれば、まず教科書、一つ目教科書を読みます。でそれを一通り読んでから、次にその同じ単元の動画を見て、そして見終わったらその動画を見て分かったことをなんかノートに書くということで学習が深まっていくんじゃないかなと思います。おそらく実際授業がこれから臨時休校が終わってからやるとしても、かなりタイトなスケジュールで行っていくことになると思います。夏休みがこう削られることもあるかもしれないんですけれども、かなりピッチが早いんじゃないかなと思います。ですのでぜひ、ね、そんなところの活用をしていただければと思います。では5つ目です。教科書の音読です。新しいね、まだ新品の教科書があるので、ちょっと子どもたちもウキウキしてるかもしれませんが、音読というとついついこう国語の音読っていうふうに考えがちだけれども、国語ばっかりじゃないんですよね。別に算数の教科書を音読してもいいし、それこそ理科や社会の教科書を音読してもいいと思います。音読なんかもいいかもしれない、一緒に歌なんか歌ってもいいかもしれないですよね。でただ音読の弱点はただ音読してるだけじゃ飽きちゃうんですよね。なので逆にこう特にスラスラ読めてしまう子にとってはこうついつい飽きてしまいがちなので、例えばじゃあ3分間でどこまで読めるかっていうのを1日目こう測ったとします。じゃあ何ページの何行まで読めたね。じゃあ今度次の日の3分はさらに伸ばすというやり方もあれば、あとは例えばよく読むこと教室でやったりするのは、アリンコになったつもりでちっちゃな声で読んでみようとか、ゾウさんみたいな気持ちで大きな声で読んでみようとかっていうようなバリエーションをつけて子どもたちに読んでもらうと、子どもたちも飽きずに読めるようになります。逆に苦手な子、こうつっかいつっかい読んでしまう子にとっては一つの物語などね、こう一つのストーリーを全部読むってすごくしんどいんですよね。なので例えば1ページだけとか、それをお子さんの実態に今こういう様子を見ながらやっていけばいいと思うんですけども、読む範囲を決めてあげて、でそこで何行読むことができたかっていうようにしていってあげると、ちょっと子供たちのモチベーションも上がるんじゃないかなと思います。まあ、ここまでは、この5つ今お話ししましたけれども、ここまではなんとなくお勉強っぽい内容が続きました。学校のように一緒にこう学ぶ相手がいるわけじゃないので、なかなかこうお家だとモチベーションが上がらなかったり、ついつい誘惑に負けてだらけてしまうことがあると思うんですけれども、でもできるだけ短時間で区切りながらやっていくと、おクリアできたっていう、なんかこうゲーム感覚で楽しめて、まだいけるとか、もうこんなにやってたっていうような気持ちになれるといいんじゃないかなと思います。6つ目、各種アプリについてご紹介します。1番から5番までは比較的お勉強っぽい内容が続きました。ここから先、6から最後まで10までは、比較的子どものお子さんの好みが分かれるところだと思いますので、好きなものを選ばせてあげたりすればいいんじゃないかなと思います。でここでアプリについての紹介なんですが、私のおすすめのアプリはプログラミングです。2020年からプログラミング学習が公立の学校にも導入されることになっています。で私もね、2つばかりアプリをダウンロードしてみました。で、やってみたら最初はね、ちょっとなかなかこうよく分からなくて、楽しむところまでは全然いけなかったんですけども、だんだん操作に慣れていくと、あこういうことなんだって、ああこんな風にあキャラクターが動くんだねってことで、楽しみながら学ぶことができました。ですので、文科省で学校にもうやるんだよってこう出されている2つのアプリ、1つはスクラッチ、それから2つ目がビスケット、この2つをちょっとねダウンロードしてお子さんにやってもらうと、子どもの方がきっとねどん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 操作を覚えると思いますので、楽しむようになるんじゃないかなと思います。では次7つ目です。7つ目は工作、それからお裁縫、そして料理ですね。まあ、図工と家庭科のようなジャンルだと思うんですけれども、まあ、これちょっと材料が必要になりますよね。でもね、今はやっぱり100円ショップがあるということがもう頼みの綱です。安い値段で手に入れることができます。
で何を作るかなんですけども、まあ、好きなものを作ればいいんですが、でもそれがわからないっていうお子さんもいると思うんですよね。だから本を読んでそれを作るのか、あとやっぱこういろんなサイトがネットでありますので、100円ショップ工作とか100円ショップ裁縫とか、そんな風にググってみるといろんな情報が出てきますので、まあ、その中から子どもたちが好きなものをチョイスすればいいんじゃないかなと思います。あとお料理についてはアプリもあります。クックパッドとかそういったクラシルとかっていうアプリもあります。で、あのブログの方に URL 貼っておきますので、貼っておりますので、そちらの方からダウンロードしていただいてもいいんじゃないかなと思います。では8つ目、 YouTube です。もう言わずもがな、まあ、YouTube は、まあ、先ほどの工作裁縫料理にも活用できると思いますよね。 YouTube の検索窓に行って子どもとか小学生料理作り方なんていうふうに検索していくと、いろんな動画が出てくると思います、まあ、それを見ながらね、真似して作ってみたり、まあ、ある程度3年生以上のお子さんだったらもしかしたら自分で、ね、お昼ぐらい作れるようになるかもしれません。なのでぜひね、チャレンジする機会にしていただければなと思います。で、まあ、YouTube っていうとついつい大人ってこう子供たちがいつまでも見ていたりして、ちょっとこうどういかがなものかっていうのを思ったりすると思うんですけども、確かにそういう誘惑のにつながることもあると思います。だけれどもやっぱりこれはある程度こう期限を決めてあげる、時間を決めてあげるってことは大人の役割ではあると思うんですが、でも間違いなく有効なツールになると私は思ってます。だからこそこうやって YouTube をやってることもあるんですけれども、というのは昔担任したお子さんの中にとてもダンスの好きな女の子がいたんですね。で、彼女は学校から家に帰ると部屋に閉じこもって、まあ、うちの人から見ればすごく不安なんだけれども、部屋に閉じこもってずっと YouTube の動画を見てる。で、何の動画見てるのって聞いた時に、ダンスの動画をずっと見てる。で、普段その子はあまりこう積極的に何かこう役に立候補するとかそういうことにはなかったんですけれども、でもある行事の学年で行事に出ることになったんですけども、その時にダンスを私の方にちょっと考えたんですね。そしたら彼女はそのダンスを踊れるように動画をしっかり見て踊れるようになって、で、こう前の方の前列で踊る代表者に彼女は立候補したんです。なので何がきっかけになってそのお子さんの自信になるかはわからないですよね。だからその一つのきっかけとして YouTube は強力なツールに私はなると思うので、ぜひ何でもダメダメっていうふうにしないで、お子さんが興味の持つものはいろんなものを触らせてあげることが大事なんじゃないかなって思います。で、別にね、この将来何者かになるためにだから今があるっていうわけじゃなくって、別にその子で言うと将来ダンサーにならなくったって別にいいわけですよね。その時に何か夢中になれるものにこう没頭できたって、この没頭するっていう経験が私はすごく子供時代には必要だと思ってます。では次に動画作りです。これが9つ目なのかな、この爪ですね、動画作りです。今はこうやってスマホ1台で動画が作れる時代です。それも、動画の後の編集もできてしまう時代です。簡単なアプリさえ、にダウンロードしさえすれば、音楽を入れたりとか、あとはこうスローで流してみるとか、いろんなことがスマホ1台でできてしまう時代です。で、別にね、動画を撮って誰かに見せる必要もなくて、別に YouTube にアップするとかそんなこと全然関係なくて、ただ動画を撮って編集アプリで編集して音楽をつけたりテロップをしたりするだけでそれっぽい動画ができてしまうので、子どもたちの楽しむおもちゃの代わりになるんじゃないかなと思います。例えばね、こんな動画が子どもたちはできるんじゃないかなと思います。例えば臨時休校中の小学生の1日ルーティン、これ YouTube で検索してると結構動画出てるんですよね。何万再生もされてたりしてすごい動画が出てます。それからお料理動画、お子さんの作ってるお料理の様子をこう動画で撮影してあげる。で、こう後で編集して、子供が編集して、なんかこうキッチンスタジアムみたいな感じでやってあげるといいんじゃないかなと思います。から、食べて
ってるところ、食レポ動画。そうするといかに言葉が出てこないかっていうね、国語の勉強にもつながったりすると思うので、この表現の時にはこんな言葉を使うんじゃないか、いいんじゃないかとか、まあ、そういうところで国語の授業にもなるんじゃないかなと思ってね、国語の授業のアイデアが今浮かんじゃったんですけども、そのところにも使えると思います。あとは、ね、こう体を動かすことが好きだったら、筋トレ動画とか、あとはこうサッカーを蹴るスローのシュート特集みたいな、そんなものもできるんじゃないかな。スポーツのレッスン動画とか、そういったこともやり方によっては子ども向けにできると私は考えました。最後に10個目、音楽です。習い事で音楽をやっているお子さんだったら、まあ、その練習で時間を使うことができますよね。でも習い事がなかったとか、そういうことで時間を持て余しているんであれば、まあ、学校のね、音楽のリコーダーとか鍵盤ハーモニカとか、まあ、そういったものもあるんですけれども、でもちょっと目先を変えて他の楽器にチャレンジしてみるっていうのもあると思います。でもなんか楽器を習うってちょっとお金かかったりするので躊躇するところなんですが、今 Amazon で検索してみると、子ども向けのプラスチックで作られているようなこう安い値段の入門者向けの楽器もいろいろあるようです。で、例えば1000円から3000円ぐらいの値段設定でも簡単に手に入るものもあって、例えばウクレレ、まあ、2,3,000円だとちょっと音がいまいちってことがあるかもしれないんですけども、でもおもちゃだと思えば指使いをね、こう勉強するとかっていうのもあるかもしれないので、安い値段でいいと思います、ウクレレ。それからオカリナ、ピロピロピロオカリナ、あとはカリンバってご存知ですか？なんかこう民族楽器みたいなんですけども、まあ、そういったものもあるようです。なので安い値段で手に入れるもので、ちょっと時間が持て余してるようだったら、その練習をして、別にそれでそのままなんかこう習い事に発展するなんてしなくてもいいんですけども、そういったこともできるんじゃないかなと思います。では2つ目のパート、放っておいてもやっていることが学びというテーマでお話をします。まあ今10選ということで1から10をお話ししたんですけども、まあ、こういったお膳立てをしなくても、まあぶっちゃけ放っといてもね、子供はなんか好きなことやるでしょうし、まあぐーたらしてるとちょっとね、どうなのかななんて思ったりするから、問題集買い与えたりとかもすると思うんですけれども、でも何かこう新しい世界のきっかけになる、新しい世界に入っていくきっかけに、もしこの臨時休校がなるんだとしたら、それはその子にとってはすごくラッキーなことだと思います。まあ、そういったことで私は今日10選を紹介しました。で、まあ、通常の学校生活を送っているとなかなかこうその情報って、子どもたちが触れられる情報って、まあ、学校の中に限られているわけですよね。まあ、それはそれで重要なことではあると思うんですけども、でも今の時代ってちょっと手を伸ばすだけ、まあ、ネットが主になるかもしれませんけども、ちょっと手を伸ばすだけでこれまで以上に簡単にその情報を手にすることができる時代になってます。ですから臨時休校によって学校で学ぶ内容が習得できないということはとても残念ではあるんですけれども、でも逆に学校では習得できない情報に触れるチャンスでも私はあると思います。なので今日はその一例である10選を挙げてみました。まあ、何かの参考になれば幸いです。基本的にこのチャンネルでは教育に関わる全ての大人たちに向けて悩みに対する解決方法や思考法などの情報を発信していきます。まあ、今日の動画を見てちょっとでも参考になったよという方はぜひいいねボタンをポチッと押していただけると私のモチベーションが上がります。また継続して動画を見てみようかなと少しでも感じた方はぜひチャンネル登録をしていただけると毎日がハブファンできる情報をお届けできると思います。それでは次回の動画まで Let's have fun!